こんにちは、にじこです。なんかすっごいお久しぶりな感じなんですけど、皆様お元気にお過ごしだったでしょうか。私はちょっとね、鬼のかくらんと言いますかね、ちょっと体調崩しておりまして、でもね、25日はすごい元気で、8時間みんなと喋ってたんですよ10人ぐらいと。本当にね、昼から夜までね。でその次の日からなんかドーンみたいな感じになっちゃって、いやもう本当にね、はい、ちょっとそんなもう寝るしかないみたいな感じ。もう寝てました、ずっと寝てました。はい。で、まあ昨日の夜あたりから元気になって、でね、桜子さんのマイケル先生とのね、シリーズ私好きなんですけど、楽しい動画見せてもらったり、あとロナさんですよ、もうロナさんの新作、もう本当に天才ですね、ロナさんってね。もうなんか予想、本当に風さんみたいに予想の上の斜め上の上を行き過ぎてて、もう予想つかないこといつもされますよね。なんかゴールデンアワーのね、風さんパートの英語部分がね歌えないっていうね、もう本当コントですよね。本当はロナさん英語できる人だと思うんですけど、だからこそこういう発想が起きるのかな。でその Don't you ever try to break it、 団長絵がちゃんとブレイキング I'll never ever gonna fake it、 なんだっけ、ここえ、粘れ団子は平気なんかもう本当にね、もう声出して笑いますよね、ロナさんのってね。何でしょう、このほったいもいじるな的なねもうなんかあれですよ、もうね、see everything with a smile、 ここはなんだっけ、伊勢エビブリシン Windows Wi-Fi、 もうそう聞こえちゃうんですよね、もう、そういう風に聞こえちゃうんですよ。もうどうしてくれるローナさんって感じ、もう本当にね、もう笑ったわ、もう元気もらいましたよ本当に。はい、ということでね、ちょっと、寝ながらもちょっといろいろ風さんのゴールデンアワーもエンドレスで、もうずっと起きてるか寝てるかよくわからない間もずっと聞いてたんですけども、なんでこんなに中毒性があるんだろうと思ってね。でそうで、これがリリースに上がってましたね、ゴールデンアワー藤井風リミックスジェイク藤井風アルバムって、アルバムなんですかこれ。アルバムってシングルだけでアルバムって言う？なんかもしかしてこれ曲が増えてくってこと？とかいろいろ思ったり、で、あとこの他の人のも聞いてみたんですよね。そしたらもっと長かったりするんですよ。風さんバージョンって3分ないんですよね。だけどね、なんかこう繰り返し聞いてると、なんかその終わった後次行くまで長いんですよね、次の回流れるまで。そしたらね、そこちょっとなんでかなと思ったら、なんか終わった後に6秒ぐらいかな、6秒7秒ぐらいの余韻があるんですよね。余韻っていうか、なんかこう音のない時間がね。でこれってなんだろうなとか思ったりね。そうなんか意図あるんでしょうね。ちなみに今日はね、風さんの YouTube 動画、デビュー前かな、ほとんどが、の弾き語りをちょっと上げてます。というのもね、ツイッターでかずみさんがね、教えてくれたんですけども、なんか動画が減ってると、風さんの。で本当に言われてわかるって感じなんですけども、結構減ってるんですよね。でもこれもね、本来ならこういうもの、そのデビュー前のものを残すってこと自体がないわけで、だから
貴重なっていうかもう、まあ、風さんが特別残してくれてるっていうファンがね大好きだからっていうの分かっててね残してくれてると思うんだけど、うん、なんかでもねやっぱり寂しいなっていう気持ちはねそういう気持ちはありますけどね、うん、なのでじゃんじゃん見ておきましょう皆様。そしてねもう本当に寝ててもうなんかひたすら風さんのをたどっていろいろ聞いたり見たりしてたんですけど、ライブ配信がね風さんのきらり MV アフタートークがこれ皆さんご存知でした？アーカイブ期間延期いたしましたってあるんですよね。ってことはいつかこれ期限があって消えるっていうことなのかなって思ったんですよ。うん。じゃなきゃアーカイブ期間延期しましたなんて書かないですもんね。で他のを見てみたんですよね。他のも全部見てみたらそんなことは書いてなかったんですけども、ただ一番最初に風さんがやってくれた3年前のピアノライブストリーミングピアノ弾き語りライブ配信デイワン、ここだけにこちらの配信アーカイブは期間限定公開になりますっていうふうに記されてるんですよね。期間限定公開、期間があるんですよ。ってことはこれもいつか消えちゃうのかなと思ってね、うん、ちょっとそれは寂しいなって思っちゃったんですけど残してほしいなと思うんですけどね、はい、でも一応そんな風にあったので皆さん心してみましょうはい、そしてね、これカズママさんが教えてくれたんですけど、J-WAVE のソナーミュージックの番組内でゴールデンアワー藤井風リミックスバージョンの誕生秘話が明かされていました。ツイートで見かけて聞いてみました。にじこさんまだのようでしたらぜひってことでね、ありがとうございます。聞いてみました。そしたらねジェイクさんが日本で所属のレーベルアストリエンターテイメントの代表の対馬義明さんという方がねお話しされてたんですよ。これが面白かったんですよね、うん、本当冒頭からすぐなんですけど、よかったら J-WAVE ソナーミュージック4月25日22時から概要欄貼っときますね。まだ聞けると思うんで、うん、なんでこんなにね中毒性あるんだろうと思ったんですよね私も。その辺がねすごい分かりやすくね言語化してくださってるんですよ。でちょっとご紹介するとね、アッコゴリラさんという方がパーソナリティさんなんですけども、でこのゴールデンアワーのね、うん、いろんな人とコラボしてる、それについてね今度日本では藤井風さんのコラボがリリースされた、でそれについてね、お便りが来てますよということでね、ジェイクと藤井風のコラボいきなり配信になったものの、どちらからも全くメッセージが出されてないのでお話できる範囲でいろいろとこぼれ話聞かせてほしいですというのが来たんですよね。でそれに対してで対馬さんがね、もうすでにね何十パターンもいろんな世界中の人とコラボしてて、いろんな言語でいろんなメロディーのゴールデンアワーって曲があって、でこれを日本で展開するにあたって日本のアーティストとこうやってコラボすると面白いと思うんだけど誰がいるみたいなことを聞かれたって。そしたら、藤井風さんとかやったらめちゃくちゃいいんじゃないって勝手に盛り上がって、で本国の方に風藤井みたいなのがいるよみたいな話をしたら、ジェイクが勝手にもう連絡してて、なんか僕らが行った時に気に入ったみたいで、ジェイクの行動力すごいなと思ってって、うん、でそしたら藤井さんも反応してくれたみたいで、そこから本当僕らとか全然関係なく2人で多分会話があってそのままコラボレーション始まったみたいな、そんな流れですねなんですって。ね、すごいですね。なんかもう本人同士でね、風さんとジェイクで連絡取り合ってたって、うん、はい。でもう
SNS で多分 DM したんじゃないですかね、詳しくわかんないんですけど、ということでね、うん、でこの風さんとのデュエット聞いた時どうでしたかって聞かれたら、対馬さんが、いやこれもさっきの話と一緒で本当にいろんなバージョンがあるんですけど、なんかちょっと藤井風さんにしてみれば多分転校生みたいな、いきなりクラスに入っていくみたいな、後から行くわけじゃないですか、相当緊張するよなと思ったんですけど、なんかすごい藤井風節もちゃんと残ってるけど、多分ジェイクのゴールデンアワーをちゃんと理解して、メロディーとかリズムとかも微妙に変えながらも寄り添う感じで、これ聞いた時本当に天才だなと思いましたねって、鳥肌立ってすごいなこれみたいな、っていうことでしたね。ねえ本当に、あそういうことと思って、面白い表現ですよね、転校生みたいなって。いや確かにね、ジェイクっていう教室があって、そこになんかあの風さんが転校生として入っていくみたいな、うん、でそこにね馴染んでいくっていうね、馴染んでいくけどでも風さんというカラーも消さないみたいな、うん、藤井風節もちゃんと残ってる、うんうんうん、ありますよね。そう、それでメロディーとかリズムも微妙に変えながら寄り添う、うん、他の人を聞いたらやっぱ違いますもんね、風さんのね、うん、だからいや天才、本当に、うん、素晴らしいです。でジェイクさんからもね、このアストリエンターテインメントの方にジェイクさんからコメントが届いてて、日本のファンの皆様へ、藤井風が作るものが本当に好きなんだ、一緒に曲を作る運命にあったと思う、みんなもそう思ってくれると信じてるってね、嬉しいじゃないですか、うん、ねえ、いや本当にあのね、なんかあのこれからまたジェイクさんと他の曲も何か展開されていくのかなという気もしたり、あのアルバムっていうのがね気になるんですよね、うん、うん、ねえ、ジェイクさんのアルバムって意味、まあまあ分かんないけども、うん、まあ、とにかくあの去年のロスでねレコーディングしたっぽいのも気になるし、なんかね本当にあの私も元気になったら、いや風さん、あ何をこれから発表してくれるんだろうっていうワクワクと、ライブが始まるワクワクとでね、なんかあの本当にね、あのすごい、それもそういうのもあって元気になっちゃいましたね。それとなんか私がちょっと前にあの変なね、あの変な思いをあの配信してしまいましたが、あそこで言いたかったのはですね、私が本当に言いたかったのは、あのどんなことを思ってもそれを否定しないでほしいっていうことだったんですよ。なんかあのこんなことを思う私ってダメとか、こんなことを思う私ってひどいなって自分を責めるんじゃなくて、その思うことは思うんだから、今はそう思うんだな私っていう風に、ちゃんとその自分の思いを否定しないで受け止めてあげてほしいなって思ったんです。それが自分を愛するっていうことにもつながるから。否定するってことは、自分を否定するってことは愛することと反するじゃないですか。それが言いたかったんですよ。本当になんかグダグダ話してましたけどね。で皆さんいろんなご意見をたくさんたくさんいただいて、なんか本当恐縮です。もうなんか本当ありがとうございました。あのなるほどそういう解釈もあるんだなとか、いろんな思いを私もしまして、ね、118もコメントいただいて本当ありがとうございました皆様、うん、はい、そして私もますます精進してまいりたいと思っております。はい、はい、ということでね、本当にまたこれからよろしくお願いします。本当皆さんもなんかね、気圧もあったかもしれない、なんか突然雨降ってね、なんか気圧の変化が大きくて、結構そういうのにやられるんだなってことも分かって、上手にね自分を扱っていかないとなと思いました。ということでね、皆さんあのこれからねゴールデンウィークもやってくるし、うん、元気に参りましょうお前もなって話ですけど、はい、ありがとうございました。はい、かわいいかわいい風ちゃんでバイバイです。ではまた。